はい、こんにちは、ぬれねずみです。このチャンネルはですね、テレビのドラマをですね、なるべく1話1話追っていって、テレビの感想を言うっていうですね、テレビドラマ応援チャンネルになりますので、よろしくお願いいたします。で、今回はですね、テレビ東京ですね、もう3話まで行ってます。フルーツ宅配便ですね。はい、そちらの3話ですね、3話、まあ、1、2、3話ですね、連なっての感想になると思いますので、よろしくお願いいたします。で、こちら脚本がですね、根本のんじさんですね。で、監督が白石和也さん。で、また次回からね、監督さん変わるみたいなんで、はい、それもね、ちょっと楽しみにしてって感じの、放送になりますので、よろしくお願いします。で、今回こちらで取り上げるのは初めてなんで、一応、出演者ですね。はい、さきとさんが、浜田岳さん、オーナーさんですね。オーナーさんが、松尾鈴木さん。で、朝金さんですね。荒川義之さんまで活躍した方ですね。はい。で、ジムが原さんって感じですね。はい。で、レギュラーですね。あ、こちらあれですね。デリヘルの話ですね。で、こちらがですね、女の子ですね。女の子の方が、みかんさん、いちごさん、あとレモンさん、って感じですね。で、こちらが同級生、元橋さんと、小田さんって感じです。で、1話のゲストが、内山里奈さんですね。で、2話が、なるみさんと、浦地さんと。はい。そんな感じです。で、まあ、魚介物って感じですね。はい。で、30分での番組って感じになりますので、よろしくお願いいたします。で、まあ、今日はね、ちょっと感想だけって感じになるんですけど、まあ、一番はね、まあ、これはちょっとね、サマーの感想になるんですけど、まあ、前編、どうしてかな？高田蓮さんの音楽はかっこいいと。まあ、3話に関してもですね、まあ、一応1、2、3話続けて見てはいるんですけど、まあ、冒頭かかるね、なんかブンブンっていうね、はい。あれがやっぱかっこいいんで、やっぱかっこいいなと思って。思いましたと。はい。で、2がですね、もう今日ね、断片的に言っていきますね。2がですね、松尾鈴木さんですね。あっちいよって言った時の、トコトコトコって、あとちょっと奥の方に行くんですけど、なんかあっちいよって、あっちいよの声も、なんだっけね、志村健さんどんな感じだろうな。あっちい、まあ、そんな感じですね。はい。って言った、あっちいよって言った後は、なんか、なんとなく、なんか、役者さんですね。松尾鈴木さんも、なんとなく志村健さんですね。志村健さんみたいな歩き方になるんだなと思って、それがね、ちょっと面白かったですね。はい。で、あとはですね、ラーメン屋さんですね。ラーメン屋さん。ちょっとね、今日で言えばちょっと悪役の方なんですけど、がですね、ちょっとビールをこうね、先輩に継ぐ感じですかね。辺がね、ちょっとね、二人の関係がちょっと見えてよかったって感じです。はい。で、5がですね、浜田岳さんですね。はい、こちらですね。見習い店長さんって感じなのかな、うん、浜田岳さんが良かったのは、まずはね、クラッカーをポコポコ食べながらなんか荷物を渡す感じですね。で、まあ、あと同じような感じですね。口を、なんか、眠りながら、電話をこう取って、電話をこだしそうになるっていう。これはね、ちょっとシンプルですけど。はい。で、そんな感じです。で、あとはね、ちょっと悲しかったところですね。悲しかったところが、まあ、断ってやったと。うん。まあ、中でね、多分見た方わかると思うんですけど、3話に関しては、みかんさんが断ってやったっていうのがちょっとね、悲しい嘘って感じですね。はい。自分が大好きな感じですね。はい。になりましたと。で、次がですね、そうですね。ドライバーがね、おにぎりを食べている間に、まあ、女の子はお仕事と。まあ、傍から見るとね、ちょっと異常な世界だなと思いました。はい。で、8番ですね。ホテルの部屋に向かうカットですね。このみかんさんがホテルに向かっていくカットなんですけど、まあ、誰がどう見てもね、ドキドキする場面なんですけど、その時がね、やっぱ手持ちでなんかこう、カメラが揺れてる感じでついていくって感じで、あ、やっぱそういう感じ、なんだなと。はい。そんな感じです。で、まあ、これから起こることの不安を煽るって感じですね、こう。うん、そんな感じのカメラの使い方になってましたって感じですね。あとは、松尾さんですね。最初あっちいあっちいってなんかの伏線になってるのかなと思ったら、まあ最後はうちは、そんな感じでしたと。はい、そんな感じです。で、あとは10ですね。まあこの3話に関してはもう見せ場ですね。まあトラブル中、うん、トラブルが起こってますよと。で、おにぎりと。で、あと、気づいたと。はい。で、その後のですね、浜田岳さんですね。浜田岳さんが、うん、普通のお客さんかもしれないからと。うん、ね。こう入って、その後、荒川義之さん、大活躍と。はい。一応そんな感じですね。で、今回で言えばね、どうだろうな。話については、まあ結構ツイッターの方では、まあちょっと今日、なんか面白いって感じでね、深夜で面白いって感じで言われてますし、あとは、どうですかね。他のレビューを読んだ時はどうなのかな。まあどうなんだいっていう人もいるっていう、まあ賛否両論って感じなんですかね。はい、自分は3でも2でもないっていう感じですね。はい。そんな感じです。で、あとは、あ、そうですね。あとはね、単純に、それこそ日本全国で、こういったね、水商売的な子、仕事をしたことがある子が、どの回って言いますかね。何割かって言いますよね。だからその何割に、が見て、まあ、楽しめるのか楽しめないのかっていうのもありますし、あとそれをそれ以外の人が見てどう思うのかっていう感じですね。まあ、単純に感想を聞きたいっていう感じのドラマですかね。はい。どうなんですかね。実際そんな働いてるのかなって感じもしますけどね。はい。一応そのぐらいの感じの感想ですと。これ大丈夫かな？中身がないな。
まあ、一応そんな感じです。はい、そんな感じですので、あとはなんかね、ゲストさんがね、今後出る予定のゲストさんが、一応ね、分かってる時点ですね。分かってる時点公式に載ってましたので、そっち入れておきますね。今後のゲストが、内田茂さんですね。あと、筧美和子さん出ますね。筧美和子さん。中村ゆりさん。松本若菜さん。松岡、松岡さんですね。はい。ちょっと後で調べてみますね。はい。あとは、安倍澄子さんって感じで出てきます。はい。そんな感じですのでね、まあ、タレントさんのね、ファンの方とかもね、また見に来ると思いますんで、まあ、その辺を楽しみにしていきましょうって感じです。はい。じゃあ、そんな感じ。ちょっと短めになりましたけどね。はい。まあ、今後もありますね。ですから、11話まであるんで、結構ね、あるみたいなんで、その辺を楽しみにしていきましょう。あと、まあ、監督さんが変わったりとか、脚本家さんはもう一人で行くんですかね。その辺もね、ちょっとまだね、謎なんですけど、はい、その辺もまあ、楽しみにしていこうと思ってます。それでは、ぬれねずみでした。ありがとうございました。失礼します。あ、そうだ、あれだ。忘れた。ちょっとどうでもいいことなんですけど、これですね。女性の方の、源氏名ですね。まあ、源氏名って多分言うと思うんですけど、そちらがですね、なんかやっぱ果物の名前になってるみたいなんですよね。だから一応、ちょっとバナナ、っていうのが、まあ、今日見たところではちょっと見えなかったんですけど、あるのかなと。はい。それをちょっとね、楽しみにしてみようと思います。どっちですかね？吉本バナナさんとかもいるんで、いそうなんですけどね。あとテレビ東京ね、バナナのマークなんで、いるでしょって感じなんですけどね。どっちですかね？うん。1回目、2回目に関してはちょっとね、もうちょっとそこまで注目してなかったってあれなんですけど、それを注目していきたいですね。自分としては。はい。あと高田蓮さんの音楽かっこいいと。はい。そんな感じです。じゃあ、また失礼します。